アリ今回は NiziU さんの「クラップクラップ」フル尺解説はい、ということであの今回のさ「クラップクラップ」は NiziU さんの中でもこう最高難易度っていうふうに言われてると思うんですよ。でサビだけをね見た時はやっぱりあ難しくなってるなーって思ったんだけどフル尺で見た時に今までのやつと比べてまあ少しほんの少しちょっと難しい部分が増えるかなーと思うんですが 大きくです、ね、もうとてつもなく難しいんですっていうわけではなかったんですなのでふるさく解説のこうサビ以外の方が逆に踊りやすい部分があるので、まあ、是非チャレンジしてみてほしいなと思います頑張っていきましょうせーの踊る踊る 今回の動画も反転しております。こちらがですね、右手、左手です。鏡のようにして覚えてください。それではですね、一番最初から行きたいと思います。ブーって音が始まるんじゃないそしたら、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シック、セブ、フ、エイっていうのが始まります。はい。ポーズを作るんですけど、ワン、ツー、スリー、フォーっていう感じで、ちょっと右手が顎の左手を上げてきて、肘をこう引くような感じですね。で、体を少し ねじって前からこうニょキッとお顔を出すような感じでで顎を2回上に「なななな」で上げていきますはいやってみましょう「うー、上がりましたー」1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,「ワンツースリーフォーファイシックスセブエイきましたね」したらポーズを1個ずつ作っていきますせーのワンツー フォーファ e シックセブンエっていう感じでどんどん作っていくんですけど今回まずね足元を覚えてもらったらあと手いきたいと思います、えー、スタートはですね左足からになりますのでワンツースリーフォーファ e シックセブンエイきたら左足からズンチョンはいチョンですそしたら今度は右足から前にクロス「ーララ」で繰り返し 左じゃん、右じゃんっていう感じになります。はい、でずっと繰り返していくんですけど、ちょっと距離的に足りないので少しだけズンナナナナナナナズンじゃナラっていう感じでえっと左足で進んだり、右でクロスしたりを交互に繰り返していってください。で最終回ですね。ここから左足出る時にドーンドーン手がだいたい肩ら辺のところに来てもらって、したら右足クロスのときに ずんちゃ下に降りる。したらここか横からピースがだいたいね、この口の横ぐらいに持ってくる感じです。で、このまま上に行きます。はい、まず四つ行きましょう。せーのワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、セブ、エイワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、セブ、エイ来ましたしたら次、後半が腕組む て、よ、こ、も、か、おろす、口 <laughs> っていうふうにきます。はい。で、毎回ね、まやちゃんもちょっとずつ変わるんですよ。この間のね、歌番組のやつでも、ちょっとポーズ変わったりもするので。あのー、まあ、好きなポーズを8個ぐらい取るっていうふうに覚えておくといいと思います。で、後半はですね、で、上げた後は。腕組んで、下手、腰。そしたら、こっちの右手入れ替えて、で、下の、で、外から口元に持ってきててください,います。 いきましょう。ファシック、せーの。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シック、セーブ、エイ。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シク、セイ。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シク、セイ。っきました。そしたら、ここから、まゆかちゃん。えっとね、右足から歩きたいのですぐ体重移動してもらって、右足から、 弾ませてちょん前から上にねクラップクラップ押したら A メルに入りますのでこのクラップクラップまでやって終わりたいと思いますはい最後えっとまやちゃんがスンスンって終わりましたそしたら右足から進むのでここから円クロス でね、右手が前な感じかな。で、バッテンしてるところから一回開いて、ふーん。そしたら、小指から集めながら進みます。チョン。はい。で、足は右足から進んだら、弾ませて、チョン。タラララ、クラップ、クラップっていう風な足元になります。はい。なので、一本目ゆっくりですね。弾ませて、チョン。チョンです、これ。<laughs> そしたらもう一回右足から。 タラララクラップクラップっていうのが効きます、はい、で手がはずませてで小指から握ったらこの左手キープ右手が1本で中からシュンシュンって上まで来てくださいはい中からふんしたら今度は上でクラップクラップってやるんですけどここでただ叩くっていうよりも当たった衝撃でちょっと上に対して不安 上がって、空間としてはちょっと上に対して2回上げてみてください。はい、せーのはい弾ませてチャラファイシクセブエきます。一番最初からゆっくり繋げてみましょう。タイジポーズです。せーのボー ワンツースリーフォーファイシックセーブエイワンツースリーフォーファイシクセーブエイワンツースリーフォーファイシクセーブエイはずませてチャラファイシクセーブエイ 早いーテでいきましょうせーのブオーンハイワンツースリーフォーファイシックセブエイワンツースリーフォーファイシクセワンツースリーフォーファイシクセブ弾ませてチャラファイシクセ毎週土曜日はジュリッコの無料ダンスレッスン「朝練」を一緒に受けよう はい、それではですね、A メロいきたいと思います。最後が、弾ませて、チャラララララ、クラップ、クラップで終わりましたね。そしたら、まあ、こちゃんいきます。右お尻で、ワン、ツー、エン、スリー、フォー、ファイ、シック、セーブっていう風になります。はい。まず手だけいくと、クラップ、クラップいきました。そしたら、なんかちょい敬礼をするような感じなんですけど、なんかあんまりね、 っていうよすんなんかちょっと引くような感じで持ってくるといいかなと思います。でおでこりもちょい外ぐらいな感じでふんしたらこのまま左にちょい刺してで、ね、センターから上げるっていう感じになりますタラララクラップクラップワンツーエンスリーフォーで一本にしながら顔を一緒に外に弾いてもらってしたらこの手をふーん。 頭に刺してそしたら戻してきてシュン顎の下、はい、で今回はあんまりなんかこう綺いにっていうよりもなんかちょっとストレートっぽい感じでいいかなと思いますはいここまでいくと「56手だけ12 and34567」きます はい、で足が「てんてきましたお尻右にはめてワーンきますねしたら戻して左センターアップで見る右側したらですね右足のかかとを中に入れる時にですね体重をちょい下に下げてもらってで つま先ででこうう戻してくるような感じです、はい、イメージはもほんと下からウェーブが始まるようなぐらいカン落ちたものをすくい上げて戻ってくるっていうまあ、大きくやるとこういう感じなんですけど音の中出ると、まあ、ちょっともう気持ち小さくなるかなスンハぐらいな感じになりますはいそういうタイミングに合わせると「弾ませてチャラファイシクセブ!」 ますはい、1, 2, かな失礼しまししまままたた <laughs> こここかかららら、えー、ララララシシュンンン来たら右手を中から回してっていっテョでできすなので顎にあるこの手を中に回してって。 で,で左手が下まで来たら右にシュンシュン2回音を取ります、はい、で足がその時に「そろそろじゃない上がるテンションフ」ってなるんですけど右足からパラッて後ろ下がったらズンズン2回音を取って取ってくださいちょっとだけ体ともに手も斜めに力をつけてもらって左足がついた瞬間に「 テンションフ来ます。だから左足がこういうふうにつくのと体を引っ張るのが同時なのでここでこういう力をですね反対方向に使ってあげてふんたら遠ざける遠ざけるしたら今度は外回し押さえられないで下から落としてきます。 はい。最初は内回しなので、この手を中からこう回してって、テンションをやりました。したら今度、押さえの時は外に回していくので、右手外から回して、グーが出てくる感じですね。はい。それが、テンション。うん。したら回しながら左足集めて、押さえの時に右足をね、抱えといてください。こんな感じで。したら、キック。ラ。 零、レナイで左足をついたら下からスンこう上がってくるような感じはーいこれから真子ちゃんパズねファイシクセブンエイワンツーエンスリーフォーファイシクセブンエイワンツースリーフォーファイシクセブエイ来たら今度陸ちゃん歩きます。 1、2、3、4で手を持って、5、6、7、8、きます。真、ま、子ちゃんが最後、9で終わりましたね。したら、りくちゃん移動します、右足から、8, 1、2、3で、ちょっとなんか顎を気持ち上げるのと、なんか手がこういう感じ。にっこり <laughs> したら 前の時との人たちの手をふん、押さえてもらって。したら、一回中に締めてから、ふん、前にちょい飛び出し。ね、戻る。っていう感じになります。ちょっとね、ポーズが多くなりますね。押さえられない。えい、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、セブン、えい、戻る。 そしたら今度はまやちゃんブンチャラララララっていうふうに来るんですけれどもえっと回ってくるんだけどちょっと時間がないのでこのまま入りたいと思います <laughs> 右手が小指からこうなんか目の前をシュッ握ってくるような感じで左手がですねここにつくんですけどまやちゃんのポーズを可愛く作るためにはですね両肘を締めておく感じ 細いキャジャーな胴体を作ってあげるのが結構ポイントなのでこっから開かないようにギュッてちょっと締めといてもらって体重は気持ち右にかけるでこっから左肩が上がりの頭はそこまで倒さずっていう感じでここで角度をつけてみてくださいシューでそうなるので手がちょっとだけこう手首が曲がる細けえ <laughs> まえちゃん角度細け したら後ろにスライドして5、6、そしたら鍵をガチャガチャっていう感じで2回外に回してください。多分これスーンって鍵をさしてるんだよね。でガッン、タンタンきます。5、6、7、A のタイミングでございますね。はい、ここから孫ちゃんからつなげてみると抑さえられない、A1、e,、2、りくちゃん。 マヤちゃん、ワン、エンツ、エンスリー、フォー、ファイ、シックス、セブン、エイ。OK。そしたら、このままですね、リマちゃんいきます。で今さ左足に 体重乗ってと思うんだけど、まあ、このまま右から移動してきてタララに入ってもいいし、えっと、リマちゃんと一緒にしたい場合はもう一回体重入れ替えて左足から歩いてあげるのが良いと思うので5、6、7、えいいぐらいで乗せといて左から移動しましょうやっとあえたねでここまでいきます、はいえっと だけ最初にやっておくと「ワンツースリーフォー」っていうふうに「会えたね」っていう歌詞なのでなんかこう人と人とがこう遠くから集まってここで会えたねっていうのを表現してもらって「やっと会えたね」したら「ハローしなきゃね」っていう歌詞なのでパーに両方してもらってズンズン握って「ハロー」の中こう「いやいやを」をタンタン終わったら反対からフォンフォン持ってきてください。 はい、大体ね、えっと、両手がつながったというか揃ったところから肩のこのラインで一回吐く吐くそしたら入れ替えてもらってまた肩のこのラインでキャキャ引いてきてあげるといい感じですで足元がフーってきました 5, 6, 7, 8, 8. でりムちゃん左足からスタート 1> 1, 2, 3, っていうふうにお尻がですね左左で来ますでその時に手がチャララ寄せてしたら人今左にあるものをもう一回右に今度ダブルハロー2回したら入れ替えて今度左に2回ドーンかッきます。 せーぶんえいわんツースリーセブンえいきましたしたらこの右手そのまま上に上げててもらって膝がインズーンアウトインアウト4回きますでこの膝の向きと指先の向きっていうのが連動するので左の方で肘伸ばしといて アウトエン中外したら左足から出てふーんは左手からアップアップで、座ってくださいはいここまでやったら A メルが終わりますアッキー後半戻ってみるとやっとあえたねちゃんちゃセブンエイワン エンスリーしたら左足フ67したら左手からダダダダダんかね音がねダダダダダちょっと速いのがあるので左手パンチ右手パンチ下ろすでこれでおへそが左から後ろを回っててもらってダダダダダで座りますなので最後横から見てもらうと右足が前に出ました で左手がパンチしながら座っていくので最終的には右膝左足が立ててこういう感じで背中をピーンとして終わっおていてくださいはいそれではですね A メロつなげてみましょうパンパンですファイ・シックス・クラップクラップワン・ツー・エン・スリーフォー・ファイ・シックス・セブン・エイワン・ツー・スリー

five, six, seven, eight, one では、早いコンテで行ってみましょう。せーの。はじませて、ちゃら、five, six, seven, eight, one, two, and three, four, five, six, seven, eight, one, two, three, four, five, six, seven, eight, one, two, three, four, five, six, seven, eight, one, and two, and three, four, five, six, ワンツースリーフォーファイシックセブンエイワンツースリーフォーファイシクセブンエイトワンはいではですね B メロいきたいと思いますちょっとね後ろ向きでなっちゃうのでまずは表であの向かい合って手の動きちょっと覚えてみてください、はい、で「ダダダダ」って終わりました手だけいくとワンツー エンスリーっていい、う感じであります。はい、今回ですね裏の音から動き出したりとか止めたりっていうアクセントが来るのでちょっとねよく音を聞いてワン・ンツー・エンスリー・フォー・オっていうような音の使い方になります。はい、ワンツーウーで準備してスリーの頭で手を重ねたら上に当ててスリーで落としてくる。 このまま手を横に伸ばしてくださいから、これ右手です。で左手は当てたらこう頭の後ろに来るような感じで、パーな感じ。はい、やることいくと、セブン、エイ、ワン、エン、ツー、エン、スリー、フォー、エン、ファイブ、シー、 クスっていうふうになるんですけれども、えっと、右手が頭の後ろでちょっとこういう感じになってて、反対の手は背中の後ろから巻きついて、後ろ側にパーが見えます。で、こっから回転しながらこう開いていく感じ。右側にシュー。そしたら、左手でキャッチ。で、これを小指から中に対して集めてきてください。 はい、タイミングが56781円2円34円5678、はい、ちょっとね後ろ向きになると見づらいと思うので皆さんこのまま画面を見ていただいてで今回判定今してませんなので右手左手です このままの向きで、あの、私の後ろ姿を見て、そのまま覚えてみてください。で、足が、ダダダダダーっていう感じで、左足がね、立たせてあります。セブン、エイ、ワン、エン、ツー、エンで準備。スーリー、フォー、エンで横。ファイブ、シークス、セブン、 え <laughs> いと。でていふうになるんですけど、すんすーまで来たら、シャララ、立って、前をね、向くような感じになります。はい。ちょっと一個ずつ止めながら確認していくと、えいと、ワン、エン、ツー、エン、で、準備、スリーで当てた時の手は、なんかどっちが前になってもね、大丈夫そう。スーリー、フォー、オーで、肩の真横に手を出してもらって、ここから、ふん、肘を締めながら、右手天井、ね、 裏向きで右手こっち左手でございます。で、右側に回転してって肘掴んだら。立ってセーブ。8きます。来たら、ここからまた反転します。この後続きますね。手だけいくと。ワンツー、エスリーフォー、ファイシクセブンエイってなります。はい。なんか基本的にはもうなんか遠くのものを、なんか。 もぎゅってして、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 し果物集集集めて集めめみたいな感じで自分の方に集める出したら戻す、出したら戻すっていうのを妖怪繰り返すんですけど両手が上から戻した時ちょっとグーな感じもしくはなんか自然と下ろしてきても OK ですブーンフーそしたら裏向き手がこう親指が下になるようにして裏向きで出したら腰にカン一回当てて。 したらグーでクロスフン、うん、これもねどっちでも大丈夫そう。ミヒちゃんは右手が前な感じなので今回私右手前でやりますが戻してそしたらもう一回ラスト横から戻してきてくださいせーの頭戻す横戻すクロス戻す横戻す来ましたせーの頭戻す横戻す腰戻す頭戻す間違えた横でしたっないうのがあるんですでそれが成分ーブン。 来たら右足から、えっと、上に伸びてもらってずン、チャララララララ最後だけ左足戻してくださいもう一回いきましょう立ちましたしたらなんか移動があるのでなんかちょっとねアップダウンアップダウンアップダウン最後だけ左足戻すっていう、えー、足元の流れになりますねなので右足で戻すえアップダウンアップダウン ダン最後左足を伸ばしてスンシャ来たら左足に振って,タララってチャラララ待ってチャラランブン鳴らせに繋がります、はいあともうちょっとですねせーのはいアップダウンアップダウンアップ 左足、スン、シャ、来ました。そしたら、チャララララララって、なんかこう、なんか振るような音になるので、左足から、チャラ,ラララって振ってください。はい。今回は結構体に近いような感じで、大きくなりすぎずに、ちっちゃい感じで左振る。で、体重を左に乗せたら、もう本当にそのまま走るような感じで走る。ふん、入れ替えて。そしたら、左足の方に右足を集めてきてください。で、回って、シュン。横まで。 でしたら、えっと、メンバーさんの子は下にブーンって沈むか、まあ、この、えっと、マゆカちゃんかな一番はな鳴らせ」をやってサビにつながります。 アッーです。は,い、で,はですね B メロゆっくりつなげてみたいと思いますで今はずっと反転しているのであの皆さんも後ろ向きで踊ってもらえるといいかなと思います、えっと、こっち見てるとねこっち後ろ向いた時はねこっちが右手になるんですねちょっとなんか見方として変わるのでそれだけちょっと気をつけて分からなくなったらあの少し前にやった解説の反転解除してるバージョンを見ていただけるといいかなと思いますそれではですねやってみましょうせーの わくわくためたのワン。エツ、エス。リーフを。ファイシク。セブンエイトワン。ツーエスリーフワンツースリーフ では早いカウントでもいきましょうせーのワクワクためたのワンエンツーエンスーリーフォーエンファイシックセブンエイトワンツーエンスリーフォーファイシッセブンエワンツースリーフォーファイシッセブンエイ毎週土曜日はジュリッコの無料ダンスレッスン朝練を一緒に受けよう はい、やってきました。サビパートでございますえ。サビをね、解説動画は別で作ってもありますので、概要欄の方から飛んでみてください。はい。で、えっと、最後のクラップ、クラップの時はね、私が前回解説した時は結構体重グッて乗せてたんですけど、あんまり乗せない、もうこのままな感じ。膝とかも結構ストレートめで良かった。 かなぁと思いますのでちょっとねあの可動域を狭くしていただけるといいかなぁと思いますやってみてください一回、えー、とちょっとカウントで確認をして先に進んでいきたいと思いますいきましょうせーのブーならせワンツーエンエンフォーファーシックセブンエイワンツースリー

弾ませてチャラファイ678では2番いきましょう最後がファイ678終わりましたしたらまえちゃんワンエイツ当たってくださいはえっ、ー、と足をちょっと下からふんは閉じるような感じで1回下に落ちてもらってファイ6クラップクラップ そし下ろして、ワン、エン、足さえる。したら、右手を一本にして、カーン、ここに当てます。うん、チャ、チャーン、気持ち左。したら、リオちゃん、えっと、移動してくるんですけど、ここから入ります。チャラララ、ドン、ドン、来ます。はい。えー、ここから、ファイ、シックス、クラップ、クラップ、ワン、エン、ツー。来ました。したら、右手を、 ブーンってこう引っ張るんですけどーこの時にちょっとだけ左腰と右肩で少し斜めを作っておくとブーンちょっとかっこいい乗り方になりますしたら右足をキックキック2回する時にカンカン手を2回上げてきてくださいであんまりなんか今回は正面向きでやっちゃうとパーッて感じにかわいくなっちゃうのでちょっとこうやって全体的に奥行きを使って斜めな状態でタララー2回。 もう一回やってみましょう56クラップクラップ12345678きたら両足揃えて1正面23で移動しますはい私そのままリオちゃん覚えてるんですけど5639ズンで下ろしたら右に頭をブーン振ってもらって。 左行く時に左足がシュッ出ますはい、えー、ちょっと頭のてっぺんが最初に倒れていって顎が後でついていくよーみたいな感じのあと頭のこの切り返しになりますねキュッキュッってまっすぐではなく頭のてっぺんからシュッシュッいきますしたら「ひとつになりたい」で上に行きます はい、えっと手がブーンブーンで進んできましたそしたら右手を差し込んだ時に左手でちょっと位置をもう準備し始めていてふーそしたら引っ張ってシャンきます、はいえー、右足が三角の手が全部真横に引っ張るような感じでグッて伸ばしてもらってそしたら下に下ろして「なーりたい」で天井でございます。 はい、戻りましょう。つなげてみましょう。せーの、ファイ、シックス、クラップ、クラップ、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、斜め引っ張って、タララン、ワン、ツー、スリー、フォー、ひつになり、タイで足を開きます。はいそしたらですね、ここから眉佳ちゃん、右から見る、 だけじゃあそんなのダメでしょで打ってください。はい、で打ってくだねえっと他のメンバーさんたちは下でこういうふうに頭を使っているので舞香ちゃんもほんの少しだけちょいこう右を意識して左を意識してっていうような雰囲気にはなっておるんですがまあでも歌ってるのであんまりこうなんか綺麗に見るっていうよりもなんかほんと ラちゃんこのリズムがまずは取れればあとは自由で良いかなっていう感じですねで手が上にあるのでこれを下ろしながら「チャラララ」右左乗るはいなんか踏んだら反対のかかとが中に来るような感じ「ツルチャチャラ来ます」したら右足から進んでもらって「そんなのダメでしょう」で言いなくなります 手は,い、ではカンカンこうピストルを頭の横にカンカン打ってもらって左手が横に来ますチャラララ前フンでいなくなります「チャラチャラ」ャラ「3」フォー「4」ファイシク「セブンで左足「タ、で右足と右手が上がります「フン」そしたら右足から3歩歩いてください1 2 散歩腰手がきます。したら「ファイ・シック・セブン」で手がくる「ファイ・シク・セブン」ゆっくりです「u ーン」で頭を右に当ててくださいはいここまでがまやかしなパートでございますここからいくとせーのワンツー・エンスリーフォーファイ・シク・セブンエイワンツー・スリーフォー 5 6 7 8来ます。したら、りくちゃん、右手から、ワンツーエースリーフォー、ファイ、シックス、セブン、エイ、ワンツーっていうふうに来ます。はい。ライフ t a n フ left, r i g h っていうふうに言うので、<laughs> 刺す、刺すでございますね。はい。で、大体片辺の高さで上から刺して、で、入れ替えたらお尻も入れ替えて。 「流れるリズムでえ」でここまできますそしたらりまちゃんが立ちますスリー・フォーで立ってるなので手を下ろしてあげてもらってカーンカーンやることを聞くとなんかギターを弾くような感じになるので、えっと、左手で結構高めに準備してもらってカーンカーン弾くそしたら、えっと、こういう手を2つ作ってもらってですね右手が裏から始まって。 半引いた、半、たちょっと準備して入れ替えてシューンはいこういうパーツまでやって終わりますこれがですね2番の A メロンになりますねはい戻ってみますとマイクちゃんが「5678来ましたワンツーエンスリーフォーファイシクセブンエイワンツーエンスリーフォー 5, 6, 7っていうふうになりますはいちょっと手が細かいのでもう一回いきますとまず最初はさ刺すだけやから多分大丈夫じゃないお尻つけてしたらえっと右手でなんか横ちょい上でらに斜め上っぽい感じの横っていう感じになりますでとっからパーン集めてきたらで今度リマちゃん立ちます ここからギターをカーンカーン2回弾くんですけれども、えー、と左手をこ手首も折っとくような感じでチャンチャン弾いてそしたら裏向きで右手を入れてブーン準備ねそしたらこれをなんだろう表と裏のやつを関係性をひっくり返すっていう感じですねここからひっくり返してください、はい、で裏からひっくり返す時に頭の天井がフーンヒひと右側が後ろにくる感じですね でここのの顔に対してて手がハマっていく感じで、次右足からず「ずはずかし」から「ず」が進むのでこの足つけといてもらって「ふうふうこっちに寄せといてください」OK でこの手はねあんまりなんか前っていうよりもなんか自然なところに下ろしてきてれば良い感じですはいはい、まやちゃんからつなげてみましょういきますせーの ファイ・シック・セブンエイワンツースリー・フォーファイ・シック・セブンエイワンツースリー・フォーひつになりたいまいがちゃワンツーエスリーフォーファイ・シック・セブンエイワンツーエスリー

せーのはずませてチャラファイ・シックスクラップ・クラップワン・エン・ツーエンチャラララ・ドン・ドンワン・ツー・スリーエンファイ・シックス・セーブエイワン・ツー・スリーフォー・ファイ・シックス・セエワン・ツー・スリーフォー・ファイ・シックス・セーブエイワン・ツー・スリーフォー・ファイ・シックス・セー では次いきます。最後が、ファイ、シック、セブンって来たんですね。したら向こうに対して進みます。右足からず、は、ず、うん、か、し、っていう風に進みます。はい。手が、なんかね、今回はこの人差し指、中指の間に基本的に空間を空けるようにしてもらって、分。 なんかこう恥ずかしいんだけど、パって目はここから見てるみたいな、<laughs> ありますね、こういう感じ、ちょっとこういう感じ、ずん、したら外に開いて、したら今度は手のひらを下から合わせるんだけども、こうっていうよりも人差し指がぴょこって出てるような感じで、で、もう一回開いてください。はい、これが手のひらがこういうふうに前を、 効果が見えてる状態、開くで。手のひら重ねた状態、開く。が2回です。で、右肘にを進んでもらって、右足からズン、ずん、ちゃーら、マイクロス、スーリー、フォー、みたいな感じで進みます。はい。ファイシックス、チャラン、ラ、ワン、エン、ツー、エースーリー、フォー、来ます。そしたら、 56で左手の上に回して合体が来ますからズニで伸びていってくださいはい手はなんかふわんふわん2段階で伸び伸びって感じになりますので7チャラン来ましたワンエンツーエンスリーフォーエンファー ン、エ8で伸びていってください <laughs> そしたらもうここから繰り返しよ N12N345678 チャララララララ,ラ,ラブーン鳴らせ聞きます オッケーはい <laughs> で、えっと、後半の部分は繰り返しにはなるんですけどメンバーさんによってちょっとやっぱ踊り方も違くてですね、えっと、1番の時はみひちゃん回してあのここにグーがあるんだよねでドンドン来たで右手が前クロスドンドンだったんだけど2番はになちゃんがセンターにくるんですねになちゃんの場合はここであんまグーを作らないでこのまま下ろしてきてパーグー。 じゃあ次も右手が中にくる入るのでまあ逆になるんですけどどんどんやること振りは一緒なので、まあ、この右左だったりとか下ろしてきた時の手の形っていうのはあの好きな方を真似てもらえたらと思います頑張って私はニナちゃんを踊ってみたいと思いますご半が「ガラーズンに」でニナちゃんの場合は「ズンチャララ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 」 左足5回してここ一緒回ってスンドゥーン鳴らせいきますはいでまこちゃんはですねなんかちょっとパパパって飛んでるような感じもあるんですがあのこの表現も皆さん好きなようにやってもらってシュ鳴らせでサービつながります B ミロはこれだけでございますいきましょう最初からゆっくりつなげてみますよチゃんチゃんからいきましょうせーのダーダー フフアイワンエンツーエスリーフォーエファイシクセブンエイワンツースリーフォーファイシクセブンエワンツースリーフォーファイシクセブンエでは早いカウントでいきますよせーの

はい、やってきました。2サビでございます。で、あの、基本的な振り付けはもうね、99%ぐらい繰り返し。で、一箇所、私が一番でですね、リマちゃんで、えっと、チャランラランハっていうのをやったと思うんですけど、それが二番になるとマヤちゃんになりまして、手の回しだったりとかちょっと変わってくるんですね。で、その部分をちょっと一個やって、つなげていきたいと思います。ここから、ふ、あ、ハ、 チャララララまで来ましたら、えっと、1番は左からこう回したと思うんだけど2番は右に回してもらってチャラーンはい乗ります、はい、回したらお尻右に来てで回したら今度左手がアップな,な感じになって移動しますチャランララハーがやってくるはいなのでこの回しがちょっと変わりますねせーのあーは チャララララチャランラランハイ、はい、タンタンタタンハっていう風になっておりますはいここはちょっとなんか変わるんですけれども他の部分繰り返しでいきたいと思います一回つなげてみましょう567712 「45678123」「あは」「チャララ」「変わるよタラン」「ララン」「はい」「チャラン」「繰り返しです」「はズンチャララン」「ツツツツ」「ブー」「チャララン」「ははいはい」 ワンツースリーフォーファイシックセーフ A ワンツースリーフーファイシクセーフ A 毎週土曜日はジュリっコの無料ダンスレッスン朝練を一緒に受けようでは D メルいきますえっ、ー、と最後がファイシクスクラップクラップきましたねしたらみひちゃんワンツースリー 4 5 6 7で回っていきます、はい。まず手が横からあじゃあ上から <laughs> 開いたらなんかね、右手がパーでこういうふうにお顔よりも左側に来るんですけどここに対してまあ親指が上にギリ重なるかなぐらいの感じでファン当たったら跳ね返してきてくださいワンツースリーフォーファイシックセブンな感じです、はい、で足が ククララッップ、クラップってて来ます。右に進んでもらってワンツースリーもう一回右足踏んでフォーファの時に左足を後ろに巻き込んだらここから当たって回りますシクスセブン、エー。したらもっともっと進みます右足後ろにある足から進んで「チャーチャー,チャーララアーあつく」って流ります。 はい、えっと、2歩右足から回ったら進んでもらって手をつかんだら上から下ろしてきてシュンしたら左手ブーン集めてきてでりなちゃんとギュッギュッっていうアクションに返してください、はい、タイミングが567812345678 ワンツースリーフォーファイシクセブンエイそしたら足入れ替えて右足が進みますワンツースリーフォーファイシクセブンエイワンツースリーフォーファイシクセブンエイってなりますいなくなっちゃう後半がムギムギしましたファイシクセブンエイ したら、右足からもう一回進んでもらって、すくうなってくう、離れてても感じるよ、おイえーっていうふうになるんですけれども、えっ、ー、と、むぎゅむぎゅが今、右足に対して乗っちゃってるので、歩くときに入れ替えてもらって、右からもう一回進んで、ふンん、進んで、したら、ポンポンで、胸の前でグーいきます。右手が前。したら、上に対して、ポン、 ポン、2回目で開きますあふあつくうう離れてそしたら右足一歩でシュッ一気に移動するんですけれども右手差し込んでって最終的には左側にお尻が残ります手も感じるよそしたらここから右足のほうに集めて78いきます、はい これがミヒちゃんのパズですね。ちょっと足と手をつなげて一緒に行くとファイ・シックス・セブンエイワン・ツー・スリー後ろにフォー回ってファイ・シックス・セブン右足からワン・ツー・スリー・フォー踏んでシックスムギュムギュワン・ツー・スリー・フォーファイ 67812345678しますそしたらねまこちゃんが来ます78右足をですね下げてもらって今はここが来ますはいここから前に一瞬で、ね、シュパン手を落としてで手のひら1本下向きですねで右足スライド 「今は」で下ろしたら下から伸びる方「こうこうが」で右足「世界の真ん中」で横まで来てくださいはい戻しましょうここからえ後ろに下がって「今はこうこうが」はいアップのリズムになるので沈んでるところからお腹と上半身離してドーン はーはーきます。でその時テープをドンドンしたら下からファイブシックスすくい上げてで一本右手で頭を回してふう片横ぐらいまですん来てくださいはいファイブシックスせーのワンツースリーフォーファイブシックスセブンエー来たらニナちゃん 海の向こう側までずれんささせてええならせでラストアビですはいえっとまこちゃんがシンシン来ましたしたら、えっと、まず手を横に出してふんなんかね 握る、回すっていうよりもなんか本当に伸ばしてそのまま下ろしてくるぐらいな感じですねしたら次左手を出す時には左足をこういうふうに曲げいてもらってこっから前に対してギュンっていうふうに圧が欲しいので顎とこの距離っていうのはここ前を縮めとく感じですねフッちちゃいとこから握ってきてしたらこっから歩いてスンスンしたら左足からサン サンサンサンで移動していきます、はい、手はなんか上がっていった下ろしていったこのまま流れで横に出してふんふん移動してまーすしたら「ダダダダ,ダ」っていうふうに足をね出していくんですけれども自分の正面よりも少し斜め後ろに出すような感じで「えー、てえー」で正面に戻してきて上部胸から「えー」「ならす」 で移動があってラサビになりますはい、ではですねゆっくりつなげていきましょう最初からいきますよせーの 567A1234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 567

ちょっと、早めの感じでチャレンジしてみましょう。いきます。せーの、チャラララセブンエイ、ワンツースリーフォーファイシックセブンエイ、ワンツースリーフォーファイシッセブンエイ、ワンツースリーフォーファイシッセブンエイ、ワンツースリーフォワンツースリーフォエ

ワン、ツンっていう風に叩きます。はい。手はこういう感じで、ちょっとちっちゃい感じですけど、最初右足をこういう風に叩く。したら、これ向きを変えてこう叩くんですけど、二重さんたちはさ、この辺まで足が上がるんだよね。カーンっていう感じで。で、ね、めちゃくちゃこれって、この、 股関節というかまあお尻の筋肉だよねが柔らかくないと上がらないんですよで私はちょっときついっすはいなので柔らかい人あの骨格的にも体の柔軟性的にも上がる人は上げてもらって鳴らせクラップクラップなのでまこちゃんとかちょっとこの辺叩いてねはい好きなとこ叩いてタンタンフ下ろしたらたタ,タンたタ,タンというふうになりますはい手だけいくとここから鳴らせクラップ クラブウンカーンタランっていうふうになりますはいここからパパンでなんか自分の右側をですね上から叩いてってしたらこの手が左から左右が前に行きますはい足が鳴らせジャンプジャンプうん積んだらははずン・ははず ちょっとなんかバウンドするような感じですね。はい。ちょっと全体的にはジャンプしてるんだけど、ファイ、シクス、ナラッセ、クラップ、クラップ、うん、ハッハ、ハッハっていう感じになります。いきまし,きましょう。て、えー、えー、チャララ、クラップ、クラップ、うん、ハッハ、ズン、ハッハ、チャラララ、来ます。そしたら今度左から、クラップ入れ替えて、 クラップズーンパンパンっていう風に来ます。はい、今私リマちゃんを覚えてるんですけどタララ前に2回来たら左足から繰り返しで右左入れ替えてもらってクラップ踏んだらえっとね右手左手っていう感じでこうサンドするようにパパン,パン下からチャラン後ろで当たってドーンカー はい、今後ろに集めたカンカンからまた前に対して進んできて「チャララン」はい肩に顎をこう沈めるような感じで「チャラ」「盛り上がって」がくるんですけれどもちょっと戻りましょう <laughs> いっぱい,いただくんですね手がねもう一回手だけ管理すると「ファイ・シックス」「クラップクラップズンタッタ ズン、タ、タ、チャラララクラップクラップズ右左ズ両手タ、ラ、ラン、なります手拍子のタイミング意識しながら足も一緒につけてみるとファイ・シックスならせ右中うんかかズン、かか集めました左足クラップクラップ たら後ろ前で右足から戻る7 8、and one two ha ha シューきますはい戻りました。盛り上がってで前いきます盛り上げでこういうふうに作ってもらったら右手を中に回してフンって感じで 回して、うん、はい。であごと最後ここが開くような感じで盛り上がってそしたらパーでプッシュプッシュでさっきからお顔があは、向くでウェブ、たららら来ますはいここから前に対してターンターン来たらプッシュ押し返して プッシュでおかみっはいそれが「盛り上がって」「ダンタンハチャラララ」でウェーブきますしたら準備そのまま右手が両手前に蹴って持って右足踏む「ダンタンダンダンパンパン」「チャラララン」っていうふになります あーい、まだやりました。最後が、あは、ちゃちゃらららでそのまま準備してもらって、右足ふんだ時に伸びる。ドーン、はーで、親指で自分の方さしてもらって、で、前から、パンパンで後ろ下がって、そしたら、合わせてで開いていきます。はい、外巻きかな外外な感じで、合わせて、 ここから一緒につなげてみると「せーの」「盛り上がって」「ダハハ」「チャラララ」「ワンツーエスニフファイシクセブ」で繰り返しズン。

フォーファイシックセーブエイワンツースリーフォーファイシックセーブエイワンスリーフォーファイシクセーブエイワンツーエスリーフォーファイシクセーブエイでは早いカードでいってみましょうせーのチャラララン 「タララワンツースリーフォーファイシッセブンエイワンツースリーフォーファイシセブンエイワンツー」「アハッ」「チャララララワンツーエイスリーフォーファイシクセブンエイワンツースリーフォーファイシクセブンエイワンツースリーフォーファイシク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 ンエイ」 ワンツースリーフォーでございます行きままますすすきししししょう最後はででね 5, 6, 7, 終わりましたしたら移動します 1, 2, 3, で足を開いて回って縄跳びファイ・シック・セブン・エイきます。 はい。移動が、ファイ、シックス、クラップ、クラップ、移動、せーの、ワン、ツー、スリー、フォーで開きます。したら、えっと、下から沈んで、沈んで、右を見るって感じ。こっから、な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 、来ます。はい。足は踏んだら、フレックス、は、かつま先、アップの反対、ズーン、は、 きます。でちょっとなんかこう上を通るような感じで顎を使って半半半半きます。そしたらここから右足集めてきてリマちゃんワンツー、下から見よう。チャランチャンチャンチャン,チャン,チャンシャーで終わります。よし。 <laughs> とっちゃったです。ワンツースリーフォーファイシックセーフエイきましたねしたら下からミョーンって来てくださいワンツしたら左にクラップクラップ来ますそしたらこの右手をそのままの流れで下から回してバッテンにまででこれをパタン閉じて上に対してフン はっ、い、でタイミングがワンツースリーフォーファイシックセブングがワンツースリーフォーファイシックス、セブンエー、ワンツースリーフォーファイシックス、セブンエー、ワンツースリーぐらいで終わります。Okay. はい。 で、最後はなんかもっとクラップこの当たったまてつがシュンいくで固定しといてもらってで当たったいくでこの手固定しといてもらって回して「な」「な」はなんかそれぞれなんか好きな方に伸ばしてもらって終わってください、okay. はいまずですね最後のアウトルパートゆっくりつなげてみましょう「スー,ノーファイ・シックスクラップクラップワンス」 34567812345678123では早いカウントでいきましょうせーの56クラップクラップ1234567812345678123 はいということで今回は n i z i さんの「クラップク c l u b ふるしゃく解説でしたー皆さんいかがでしたでしょうかあの私がいつも一人でね解説する時はあのメンバーさんの、ま、歌ってる方もしくは、ま、みんなが踊りたいだろうなーって思うような部分をですね合体させてやってるんですけど今回こうメインで歌ったり踊ってるしてるメンバーさんじゃない子たちはもう、ね、座って待ってることが多いんですよねでそうするとあーフルシャーで踊った時に 立ったり座ったりの回数がめちゃくちゃ多いので、まあ、体力的にはしんどいんじゃないかなと思います今回私が選んだのは基本的にずっと立ってる振り付けが多いので、まあ、ちょっと手の振りが多くて踊りやすくなってるんじゃないかなと思いますということで今回の動画を見て振り付け覚えられましたって人は動画のグッドボタン忘れずに教えてくださいそしてチャンネル登録もよろしくお願いしますまた次回お会いしましょうアプリー ジュリコダンス部のチャンネルでは皆様のダンスがもっと楽しくなるような動画をたくさん載せていますチャンネル登録をしてジュリコダンス部に入部してね